町外課は、真の官僚。字は、雲京。湖北省、江夏県出身。1845年より、厚生省の知見を歴任し、金差大臣の理性と厚生順部のロース校に評価された。1855年、喜び園地府に任命されると、王徳勝ちの放棄軍を鎮圧し、佐高道に昇進した。その後、 喜び縁を大政国軍に奪われ各職留任となるが、1858年にアゼチの正末と共に落海して、元の官に服し、さらにアゼチ、不正使と昇進していった。1861年、準武のリ長ウ・が大政国の根拠地の人衆を陥落させた際、小詰めを務めた。その後、霊保の長公優がひついたちを陥落させると、兵を派遣して落海し、 準部に昇進した。当時の厚生省では、高価苗大鳥と超高優の放棄軍の勢力が強かったが、提徳の高太大吉に命じて、超高優を倒した。さらに不正し、竜古日に命じて、高価苗大鳥を破った。新余の賃金が、高価苗大鳥の援軍に来たが、これも破り、1864年に、高価苗大鳥を捕らえて、危険を平定した。 1865年には、関東省から、厚生省に入ろうとした太平天国の国王、広志海洋を撃退した。1867年に、雲気総督に抜擢されたが、雲南省では、と踏みひる率いる、海民放棄軍の勢力が強く、病と称して赴むかなかったため免職された。やがて1880年に再起用され、通政史産議、持続学士、 奇襲準部を歴任した。1884年に、雲南準部に転任となり、昆明に、開催後金総局を創設し工業の発展に努め、ベトナムとの国境の守りを固めた。在任中に死去。ありがとうございます。